主人のことで相談があるんですけど。そうですか。それで眠れていない。遺書も書いているんですね。確かに自殺のリスクが高いと思います。そんな、私はどうしたらいいでしょうか。まずご主人にしっかり話を聞くことです。二人で落ち着いた時間に何かあったかと問いかけて悩みを聞く。話し出した時にはできるだけじっくり本人の気持ちに寄り添うように話を聞いてください。本人の話を中断したり否定しないようにしてください。そして本人のことをとても心配していると繰り返してください。はい、それから悩みを聞いた上で自殺する意思がどの程度強いかを具体的な方法まで準備していないか確認してください。もし具体的な方法まで準備しているなら危険が高いので目を離さないようにしてください。そしてすぐ保健センターに連絡してください。こちらの電話が私たちに直接つながります。もしそこまで考えていなかったとしたら、悩みの内容を整理して解決できるものから解決していこうと話し合ってください。それからこちらにお二人ご一緒にご相談に来てください。わかりました。やってみます。山田さん、決してご主人を責めたりしないでください。はい。